前の動画では呼吸について見ていきました。私たち動物は空気を吸ったり、吐いたりすることで酸素を取り入れて二酸化炭素を出していたんだよね。そしてこのように体の中に酸素を取り入れて、外に二酸化炭素を出すことをこれを呼吸と言うんだったよね。さて、じゃあ、この呼吸によって吸った酸素っていうのは一体どういう風うに体の中に取り込まれていくのでしょうか？ 今回はこの呼吸に関する体のつくりについて見ていきたいと思いますこの動画では動物の中でも人の体のつくりについて見ていこうと思いますでは早速見ていきましょうはいこれは人の体の断面図ですここが鼻ここが口ですさて鼻や口から吸った空気体の中をどういうふうに通っていくのでしょうかこのの空気の通り道 青でなぞっていいいきたいと思います。まずは鼻とか口からこうやって空気が入っていくよねそしてそれぞれ鼻や口の奥を通っていくんだけどこの喉の,の奥の部分で道が二手に分かれているのわかるでしょうか片方はこのまままっすぐ行くルートともう片方ちょっと赤で描くねこっちに分かれていく道もあるよねこの赤で描いた方は実は実 食べこの青の方の通り道の入り口空気の方だねここの入り口には便がついていてこちたまに食事中にゴホゴホってむせてる人いると思うんだけど、えー、むせてる状態ってこっちの空気の通り道の方に食べ物や飲み物が入っていきそうになってダメだよってゴホって外に出している状態です。 なのでこっちの空気の通り道青い方には食べ物や飲み物は入ってきませんさてこっちの空気の方の通り道はこのあと骨で囲われた部分を通っていきますここ何かというとこれは気管と呼ばれる部分です空気の管と書いて気管という部分ですこの気管を通った空気はさらにこのあと二手に分かれていきます この分かれた先にあるこの大きい部分、これは何かというと、これ肺です。知っている人もいるんじゃないかなと思います。肺は体の両方、右と左に2つついています。で、この図の右側は肺の断面図になっています。こうやって見てみると、肺に入るとさらに道がどん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 分岐して細くなっているのわかるでしょうか。 鼻や口から吸った空気は気は管をそしてどん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 分岐していくんだけどこの分岐の一番最後の部分この部分が一体どういうふうになっているのかもう少し大きくして見てみましょうはいこれは肺の一番奥の部分の図です肺の中どん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 分岐していって一番最後はこの袋のような部分にたどりつきます 肺胞と呼ばれています。そして肺胞見てみてください。周りがあみあみしたもので囲われているよね。このあみあみしたものは一体何かというと。これは毛細血管と呼ばれる細い細い血管です。この図の上の方の肺胞は毛細血管がないように見えるんだけど、実際には全ての肺胞1つ1つがこの毛細血管で囲われています。 そしてこの小さな袋の肺胞の中で一体何が起こっているかもう少し詳しく見てみましょうはいこれは肺胞の断面図ですこのプクッとしている部分が肺胞ねそしてこの肺胞の周りを毛細血管が通っていてその中をこういうふうに血液が流れています 鼻や口かからら入ってて気管から肺へ運ばれてきた空気この空気の中には酸素が含まれてるよねこの酸素が最終的にこの肺胞までやってくるとどうなるかというとちょっと酸素を丸い粒で書いてみたいと思いますこの酸素の一部はこの毛細血管の中に入っていくんです。肺胞と毛細血管の間の壁っていうのはとっても薄いので 酸素が出入りすることができすそしてこの酸素は毛細血管の中に入って血液の流れに乗ってやがていいくという仕組みになっていますそして二酸化炭素の方はどうかというと二酸化炭素もやっぱり全身を血液に乗って運ばれていくんだけれども全身の血液肺胞の周りの毛細血管までやってきます。 今度は二酸化炭素をオレンジの丸で書いてみたいと思います。全身から血液に乗って運ばれてきた二酸化炭素肺胞の周りの毛細血管まで来ると、今度はここから肺胞に出ていくんです。そして肺胞に出てきた二酸化炭素は今度は酸素と逆の順です。肺から気管、そして鼻や口へと抜けて吐く息として体の外に出ていきます。 これが肺の中の仕組みというわけです最後まとめておきましょう今回は呼吸とそれに関わる体のつくりや働きについて見てきました空気中の酸素私たちは空気を吸うことで体の中に取り入れています酸素は鼻や口から入った後気管を通って肺に入っていくんでねそして肺の一番最後肺胞までたどりつくと 毛細血管に入って血液に乗って全身に運ばれていきます。そして二酸化炭素の方はというと、これも血液に乗って全身からやがて肺胞の周りのこの毛細血管までたどり着きます。そしてこの毛細血管から今度は肺胞に出て行って、その後はさっきと逆の順です肺から気管を通って、最終的には鼻や口から。 きます。こういうふうにして私たちは生きるために酸素を取り入れてそして二酸化炭素を出しているんだね。